俺も見たわ。あの、ドラレコの、吉沢瞳の、ドラレコの、映像。あれ、ちょっと情状酌量の余地ないね。で下手すりゃさ、刑務所捕まんじゃねあれ。あれ、死んでるよね本当に。ちょっとタイミング悪かったら。あれ、死んでない俺なんかちょっとコツンと当たったのかなと思ったけど、全然違ったなっていう印象が。 おぎママがスルーした通行人のことを非難し、批判してた。いや、でも当事者だったらさ、現実的じゃなさすぎてスルーする人もいるって。いや、俺は一応病院で勤めてたから、そうなったらすぐ救急車呼べるけど、げ、え、なんだこれってなってに、逃げるっていうかさ、できないでしょ。あんなえ、できないよ。俺だから実際一回あったよ。 休みの日だったけど、池袋で、池袋の駅構内で、老人が、階段踏み外して、頭バッサリ行って、血が出てて、店員、駅員さんがアタフタしてて、みたいなところで出くわしたことがあって、あ、で、これってあのケースだ、もう病院辞めてたけど、3年ぐらい前じゃないかな、俺配信でも行ったと思うけど、あ、これってあのケースだと思って、 す近くに行って、救急車呼びましたって言って、救急車まだ呼んでないっつって、じゃあ分かりましたって救急車呼んで、で、その駅員さんに手袋とタオルありますかつって、あの、手で押さえてあげてたけど、その老人がめちゃめちゃ老害みたいな老人で俺に触るんじゃねえみたいなこと言われて,て、なんでやの手でせっかく人が、クソ忙しい中、わざわざやってんのに、俺に触るんじゃねえみたいなこと言われて、酔っ払ってて、なんで俺が怒られなきゃいけねえんだよだって。 スルーした学生の学校が特定されたへえー、そんな子供がなんかガチャガチャ言って、てか悪いの全部吉沢一美だと思うけどな。酒飲んで運転してたやつが全部悪いでしょ。周りのやつらにも悪いやつが一人もいねえよ。百ゼロで吉沢一美悪いよ。いや、俺血触りたくないよ。やっぱ病院勤務の人って逆に血触れないと思うよ。血は触るなってすり込ませられるから。俺だから血触れなかったの。だから手袋ないと俺触れませんっつって。 簡易的な手袋でもいいんで、最悪軍手でもいいんで持ってきてくださいってって。血って触っちゃいけないもんだから。すごく抵抗があるね。素手で血を触るって。友達とかが鼻血出したとかもうすごく一番触れない。やっぱ病気、まあ、エイズとかもそうだけどさ、わかりやすく言うと。ま C 型肝炎とかもそうだし。 血液を介して、うつる病気って、やっぱ、大病になることが多くて。じゃあ俺、仲良かった先生がいて、初めて、新療の先生で初めて出頭するってなった時に、ゴーグルをしてなかったのね新の。診のあの、外科の先生って絶対手術する時ゴーグルするんだけど、なんか、その時してなくて、血圧の高い患者さんの、心臓の、 バイパスかなんかのオペしてるときに、心臓の血管にピッてメス入れた瞬間に、ピューって血が吹き上げてきて、目の中にピショッと入って、その人が C、なんか C 型肝炎かなんか、B 型か C 型肝炎の持ってて、そのままそれが激症肝炎つって悪化しちゃって、すぐ死んじゃったのね。それ以来、本当に血液だけには触りたくないし、体内に入れたくないわ。怖くない あの先生30代前半だよ。30代前半。作り話じゃねえからな。他人の血って怖いんだよ。特に、あの、高齢の方の血って俺すごい、やっぱ怖いな。若者って、まだね、<laughs> 綺麗ってイメージあるけど、いろんなさ、病院でのさ、作業とかさ、下手すりゃさ、注射回し打ちしてた。 時代の人たちだから、本当に、注射って回し撃ちしてたんだよ。あのー、なんだっけ。予防注射。怖くね ?B 型下辺だっけ劇症、あの、劇症化するのって。B 感だよら確か。注射器回し撃ちしてた時代の人たちだから、ものすごい C 型下辺の人多いの。みんながみんなとは言わないよ。 だから、触れないな怖くて。いや、か、かは媒体にならない。その肝炎とかの、エイズとか。ねえそう、病院勤務の人とわかるけどさ、キャリアめちゃくちゃ多いよね。で、若者はやっぱ少ないんだよ、すっごい。そういうふうな、まあ、犠牲と言っちゃ申し訳ないけどさ、まあ、犠牲者じゃん、はっきり言って。病院に対、病院側、てか医療の犠牲者って絶対、 まあ必要っちゃったらあれだけど、そういうところからどんどん,どん改善されて、我々今幸せなさ。血液製剤は本気で怖い。薬害エイズ事件って知ってる他人から抽出した血液の中からアルブミンっていう部分を、えー、吸い取った中に、HIV 患者の人がいて、それを投入され、投与されちゃった人が全員エイズになっちゃったっていう。 薬害エイズ事件。身内の血も、俺は身内の血も触らないね。お父さんとお母さんの血も触らないかな。なんか血を触るっていうことに対する抵抗感がすっごいある。マジで,で。別にエイズのお母さんからエイズの子が生まれるとは限らないし、ね、あれ50%だっけ ?50% ぐらいの確率なんじゃないかな。エイズを持ってる女の、 人から生まれてくる子供がエイズになる確率って50%ぐらいだったと思うそもそもエイズって死ぬの知らない。死なない。<laughs> もう <laughs>、すごくね。10年前とはやっぱ全然違うよエイズって、もう死ぬ病気じゃなくなってきてるね。恐ろしいよな。だから、癌以外の病気は全部治ると思うよ。癌ってあれ結局自分の細胞が作り上げた自分自身、己の存在だからさ。俺、癌は治らないと思うけど。特効薬が多分作れないでしょ。 注射は毎回処分してるよ、ちゃんと。医療廃棄物っていう。エイズだとどう生活が、生活が変わるのオペを受けれなくなるね、簡単には。オペ受けれないってしてたエイズの患者さんって。断られることあるよ、オペ。開胸手術とか。エイズだから。感染のリスク高いじゃん。 いや、差別じゃなくてしょうがないんだよな、それは。あれ、オペって、だから、C 型肝炎、B 型肝炎、あの、血液検査をしてから、オペするじゃん。みんな。差別じゃなくてリスクなんだよな。専門病院みたいなところもあるんじゃないかな。でも俺、ね、HIV の患者さんって今まで一人しか見たことないんだよね。 一人しか見たことないんだよね。だからみんなさ、エイズ怖い、エイズ怖いって言ってるけど、C 型肝炎の方がも、もっとこんなに、こんだけさ、多くの人がなってるのに、みんな C 型肝炎だって言ってもさ、肝炎って別になんか薬の場合治るんじゃねえのみたいなこと思わない。エイズにくる俺エイズよりよっぽどそっちの方が怖いんだよね。え、C 肝って治るの結局。 95%以上治るんだ。え、ちょっと、すごいな、それ。あ、ソバルディって聞いたことあるえ、ソバルディって、え、それって最近の薬俺も事故して C 型分かったよ、薬だ。ね、ちょっとさ、これってさ、すごくないここ、5、6年の話でしょいや、これは、 もう感動すら覚える。もうそれって、ちゃんと日本にも導入されていて、そういう、あ、あのー、インフォームドコンセントってなされてるの。俺って C 型肝炎マジで怖え。C 型肝炎マジで怖えって5年前まで病院で勤めてて、俺ほんと最先端にいたんだよ。一応。ね、その、すごい病院じゃないけど。何パー治るのもう治るんだ。 んまあもうもらいたくねえけど、それでも。<laughs> でもなんか入院したことある人だったら絶対採血とかして、その自分の感染症とかの結果ってすぐ一番最初にマジで速攻出るから。一番最初に。だから何も言われてないってことは大丈夫だよ。結局。HIV だけは特殊キット使わないとできないけどね。主要のものは全部出る。本当に。結構一瞬で出る。 あれ、エイズも同じキットでできればいいのにって俺毎回思ってたんだよななんでエイズだけ違うんだろう。いや、童貞でも別にエイズになる人いるでしょ。C 型回転って最多8週間でなる。マジで言ってんのでだから俺もさ、心臓のオペした時に、家庭テレアブレーション何分したんだっけなあ、違う。3泊4日で、し、手術時間10時間ぐらいしたのね。 でも今、日帰りで帰るからね。6時間オペして、6時間わかんねえな。下手すりゃ4時間、2時間で終わるな、下手すりゃ。俺がやってた時代そうだったから、下手すりゃ、まじ日帰り、日帰りで行ってると思うよ。うわ、マジかよって。オペして、だってさ、心臓の血管の、手術した人が、2週間で帰るんだよ。今。2週間。 やばくない <laughs> お前が嫉妬したの <laughs> なんで自分の手術自分で嫉妬しなきゃいけないの <laughs> 頭おかしい。ブラックジャックじゃねえか。二 <laughs> 週間だよ。一泊か、前日一泊して、あ、さ、終わった後一泊するのかな <laughs> ものすげえ早、はい。なんだこれと思っていうイメージあるな。心臓切って二週間ってちょっと考えられなくない だって下手すりゃ3日後とかには立ち上がるんじゃねえのあれその日1日 ICU に入院して2日目見て3あ,、まあバイパスのオペだったらもっと1週間ぐらいいやもういねえな病気じゃねえってな,なるからな下手すりゃ一般病棟移ってきて1週間で呼吸器上が測っていやもうもっと早いの多分二2週間ぐらいで退院するよね下手すりゃ立たせろ立たせろって感じだったよ 医学部じゃなくても医療系の仕事できるのが医学部じゃない人の方が多いよ。医者なんて数少ねえよ。まあ、都内とか、その都市部にはもう医師過剰なんだろうけど、地方とか行きゃ医者なんてもう引く手余ったでしょ。立山病院の医者なんてもうえげつねえぐらい、東大、東大の離散出てる人とかもい,いるよ。で、アホみたいに金もらってるよ。やっぱ地方の方が給料高いんじゃない行きたくないじゃん、わざわざ、やっぱり。東京住みてえじゃん。東京住みたくね。 HIV ウイルスの完全除去に成功。ああ、やっぱ治るんだな。でも今別にエイズになってる人もさ、エイズの薬ってでっかいの。たま、玉、粒がすげえでかいのね。もうそれのストレスとかもあるし、世間からの目がさ、やっぱ冷たいわけじゃん。エイズって聞くと、うわ、なんか、握手したくねって思う人もやっぱ、いる、未だいるでしょ。絶対。いるでしょう。 いるよね。それ偏見の目が辛いんじゃないでも俺ブログ読んでたよ。妻がエイズになりましてっていうブログを読んでたな。なんか奥さんがエイズになっちゃったけど、旦那さんが、別に旦那さん、いや、奥さんの浮気で奥さんがエイズになっちゃったけど、僕は奥さんを一生愛していきますよっていう人のブログ読んでた気がするわ。俺だったら絶対ぶん殴って、本当にお前エイズで死ぬ前に俺殺してるってぶん殴るけど。<laughs> 優しい男もいるもんだなーって思いながら見てたわ。 よくお前、死因を選べ、お前は死因を二つ選べる。って言ってたろうな、俺だったら。俺に殴り殺されるか、病気死療かどっちか選べって言ってたろうな。いや、許せないでしょ。いや、え、それさ、浮気するならまだしも性病はもらってきちゃダメだって。別れて海外で遊んでるらしいぞ。正解。俺は正解だと思います。よかった、正気を取り戻して。よかった。正気を取り戻してくれて。よかった。 血液検査怖いですスペールを見てください。血液検査怖くねえや。なんでお前の味方なのに怖がってんだよ。バカか。お前の味方だぞ、血液検査は。お、ま、前、あ、俺って俺が興味ねえお前の血液検査に。自分の血液検査自分にしか興味ねえだろうがや。なんで味方をお前、自分自身を信じられずに何を信じて生きて,い,生きていくの、お前。俺を信じて生きていくの。だ俺が言っていいの、お前じゃ死ぬよ、じゃあ。 お前多分血液検査の結果で死ぬんじゃなくて、多分社会に出た時のストレスで死ぬわ。多分お前自殺すると思う。血液検査怖がってるようじゃ。社会って血液検査よりもっと怖いから多分。ストレスで死ぬと思う。海外で遊んでるのは妻の方らしいぞ。なあ,あんまりだよ俺たちは働きありかなあ俺たちは働きありなのか俺たちはそういう名のもとに宿命なのかこれは男としての。 なあ、宿命なのか教えてくれ、誰か。俺より年上で、達観してる方、いませんかどなたか。世界の中心で愛を叫んでそう、そいつは今。<laughs> 世界の中心で愛を叫んでそうだな今、そいつ。俺、医療従事、 従事者なんだけど、みんなメンタルダウン、みんなメンタルダウンしてるわ。この前なんで君は精神疾患じゃないのって言われてコーヒーにデパス入れられた。<laughs> 患者にってこと でさ、これさ、俺偏見だと思うんだけどさ、精神科のせ、で働いてる先生とかスタッフってさ、ちょっとなんかプシコっぽくなるじゃん。あれって完全にやっぱ引っ張られてんの。俺教えてほしいんだけどさ、<laughs> なんか、多分これ医療従事者あるあるだと思うんだけど、なんかあの先生変わってるねって、あ、あの、あの人も精神科医の先生だからねって言われて、あーってみんな納得するのね。やっぱちょっと引っ張られるのそんなことされたら、うーってなるよな。 やっぱあるのちょっとやっぱ持ってかれるよね。デパスって何ですかデパスっていうのを調べてくれ。デパス。デパススペースネルで調べてくれじゃう。ネルさんデパス飲んでねえな。俺のイメージ。すいません、今、間違った発言。不適切な発言があったことを。 パパスみたいなもんだよ。パパス。どこ、なんかね、そのすっげえひでえ話。まあ、ドルミ、マイスリー、ドルミカム、マイスリーぐらいやったら、あ、まあまあまあ、寝れないもんね。だけどなんかそれ、それ以上になってくると、うっ,ってなる、俺的にはね。うーって。それは、そう、セラミカルみたいなもんだよ。 ドリエルは俺も飲んでるよ。俺も飲むよ。次の日朝早い時とかは、ドリエル飲むよ。1位デパス、2位マイスリー、まあアモバンまでは平気だな、俺的に。<laughs> 平気って意味が。だってさ、ハルシオンとかロヒとかってさ、もう。ロヒプノールってだってセックスドラッグって言われてなかった一時期。結構簡単に手に入って、女を昏睡状態にさせるときに、 飲ませる。海外とかだと結構セックスドラックって言われてんじゃないかな。パキシールはもうま、ガチガチの丸こうってイメージがある。でも俺がさ、こんな生活してて、 睡眠薬飲んでますって、それも怒られるじゃん。一郎とかが遠征で厳しくて、もうす眠剤飲まなきゃやってらんないんです。もうね、夜寝れないですってわかるけど、いや、俺も、YouTube で睡眠、俺でも飲んでんのね。いやー、昨日さ、6時まで配信しまってさ、配信終わったったよ。ソ足とパブジーやっちまったよ。夜寝れねえからドリアル飲むなって飲んでんだけど、口が裂けても言えねえの。だ俺みたいなもんは言っちゃいけないの。眠剤飲んでるって。俺、 生活環境を整えるために民剤飲んでんのね。無職が民剤飲むとかってもう性に対する冒頭だから。ドリエル飲んでんだけど俺。ぶっちゃけ。たまに。わ、今日夜寝れねえなって時は、あの薬局行ってドリエル買って飲むんだけど、しかも寝れ、寝れるのねで。ぐっすり寝れんの。なんでかっていうと別に睡眠障害持ってねえから、 もうちょっとの繁盛ど、もう、な、んてうのドリエル繁盛で15秒ぐらい寝ちゃうの。うがーっつって。うわーもう起きてらんねーっつって。もう健常体、健康体に次ぐ健康体だから、薬の効きが早い早い !10 秒で寝ちゃう。パクーンっつって。パッキーンって。で、12時間ぐらい寝ちゃう。うわ、どう、導入剤マジ神 プラシーボプラス、ちゃんとした、まあ、30、15分ぐらいで聞き始めるのかな。あれって結構でも、導入剤、ドリエルって内容成分何なんだろう。ただ、マイスリーとかだと、飲んだ瞬間、飲んでから15分ぐらいからガッって血中の音上がって、でスッて緩やかに下がってくんの。で、ドルミとかだと1時間ぐらいにブワて聞いてきて、結構中長期的な、まあ中、中長期じゃねえな、6時間ぐらい聞いてるっていう。マイスリーは導入剤、ドルミカムは、えー、睡眠薬っていうイメージで、俺的には。 ドリエルって何なんだろう中身。中身も知らずに飲んでるわ。名前グリエル見ててかっこいいから飲めば一杯っつって。一郎も、なんか一郎もみんな飲んでるって言ってたしなーみたいな感じで。うつ病って治るもう治んないんじゃないかなあれってだって、なん、なんだっけ脳内の成分なんだっけもう全然忘れちゃったな。この前その話したんだよな。あ、治ったんだ。よかったね。 セロトニンか。治るっていうのって俺すごい表現が難しいと思うんだよね。その病気に関して。治るってもう俺の感覚的には薬とかを一切服用しなくても正常な状態でいられるっていうのが治るっていう感慨。薬飲みながらだったら全然一切出ないっていうのはもう付き合うっていう表現かな、俺的には。うつ病の患者さんって多分一生そういうお薬と付き合いながら うまくコントロールして生きていくっていうイメージかな。俺のニュアンスだと、うつ病は治んないんじゃないのかなって思うけど。大変だよね。でもなんかさ、その、あのー、環境によってさ、うつっぽくなることってさ、みんなあるじゃん。俺もあったし。働き始めて、すぐの時お風呂入れなくなったし、2週間ぐらい。 あれって多分医者行けばうつ病って診断されて病院休めて,てねえ、やめれたんだろうけど、本人は気づかなかったからね、俺。その時ニコ年だからね。わかんない。俺認めたくなかったもん、自分がうつ病だって。うつっぽいなって。思うことあったけど。ってやめるときもそうだったもん、結局。不整脈止まんなくなって、もう夜勤するのが辛くなっちゃって、で、相談したの。 いや、僕、ちょっと、一応、その時は、まがいなりにもなんか主任かなんかやってたから、もうなんか休めなかったの、とにかく。立場的に。休んじゃダメだったのね。で、下はもうバタバタやめてくし、スタッフの人員は少ないし、で、俺も、うわ、もうちょっとでも、それでも、自分の命の方が大事だと思って、偉い人に、いや、俺ちょっとでも、夜勤の数ちょっと減らしてください。体力、体が持たないんで、つっ,っても、 分かったって言っても月6回とか言たの、7回とか。ほんで、不整脈止まんねえからさ、ホルター心電図つってさ、24時間心電図つけながら働いてて、あ、もうダメだなと思って。で、気分転換にジム行こうってなったら、ジムでも不整脈出て、もうそれでもう、もう背に腹変えられねえと思ったけど、あれ多分、心因性、ストレスが原因だったんじゃないのかなって。今思えば、やめて以降、一回も、 一度も不正脈出てないんだよ。おかしくない俺その時の雑談ちょっと見返したいんだけど、多分今日も不正脈出た、今日も不正脈出たってずーっと言ってたと思うの。最近不正脈の不の字もなくないあ、モビッツああ、かわいいっしょみたいな感じじゃん。<laughs> あれ多分ストレスだよね、今思えばね。辛かったもん。 モビウェンケバッハとかすげえなんか、偉いはか、らい博士ですかって。タクシーで12時ぐらいに帰ってきてそのまま雑談つけてたうわ、もう無理だよって。言ってたわ。そう、シャワー浴びれないから、不整脈持ちの人って。でもそれは言い方に語弊があるな。俺の場合、前みになると、不整脈出てたから、その時毎日。 美容室と同じ体制じゃないと、不整脈出るのが怖くてシャワー浴びれなくて。たださ、病院に勤めてるとさ、みんなウェンケバッハぐらいで、お前ガタガタ言ってんじゃねえよみたいな空気あるわけよ。みんな知ってるから。でも当の本人にしかわからない辛さみたいなのあるじゃん。いや、でも本当にずれんだよなって。だから俺の主人の先生その病院にいたんだけど、ぶっちゃけこれは死ぬ病気じゃないから、お前の QOL のとの戦いだよって。お前が辛いって思うんだったら病院辞めた方がいいよって言ってくれて。 それって他人には分からねえことだから。お前が決めろって言われてやめたわ。いやもう無理ですっつって。<laughs> 無理無理って。やめたわ。でも謝られたけどね、みんなにごめんね、加藤くんがそんな感じだと知ら,知らなかったわ、みたいなこと言ってたけど、いや、お前俺言ってただろと思いながら。 逃げるようにやめちゃったからそれは悔いが残ってるけどね本当に逃げるようにやめちゃったから全ての仕事を公認もね普通そういうのってさ辞める前って3ヶ月ぐらいじっくりじっくりさその引き継いでから辞めなきゃいけないものを俺はほんと1ヶ月弱ぐらいでやめたから1つきたってねえんじゃねえかなもうほんとに逃げるようにやめた23週間でやめた俺も無理なんでって。 もうみんなに何言われようが、僕は自分の体が一番大事で、ここにいたら僕自分の体がダメになるんで、<laughs> みんなそういうふうにやめてたんだよ。朝、電話かってきてさ、すいません。私は本当に仕事行きたいんですけど、もう電車に乗るのが怖くて仕事に行けませんっ、つって。もうガチガチのうつ病じゃん、そんなの。<laughs> もう電車に乗れないです。理由はわからないけど、 理由がわからないんですけど、朝電車に乗れませんっつって辞めたやつもいたし。ねえよな。俺も苦手だけどね。注射されんの。だから嫌いだけど。俺も病院大嫌いだから、あんまり人のこと言えねえけど。<laughs> 俺、固くなで、俺病院辞めてから、ほんと一度も行ってないんじゃないかってぐらい。俺、母親のお見舞い、行くたびに、お母さん俺嫌なこと思い出すからさ。 外で話しませんか <laughs> って俺もう病院の匂いが無理なの病院の匂いが無理なのあの時の記憶がフラッシュバックするから、母ちゃん大病で辛い辛いって言ってんのに、母ちゃん悪い。外、俺この匂いを嗅いでると気が狂うからちょっと外で話そうって。いいよって。足の怪我で言ったな。足の怪我で。<laughs> いやーでも長時間入れない。 ああ、もう辛い。もう本当にあそこにいたら気が狂、気が狂っちゃう。 うちの母ちゃんと院長がすげえ仲良くて、お見舞いに行った時とかに面識あったから、すいません。すっごいこんなこと言うの恥ずかしいんですけど、僕、母親がこの病院に勤めてて、ちょっと院長先生ともこの前お話しして、ちょっと申し訳ないですけど、加藤淳一が来たって院長先生に言ってもらっていいですかっつって、院長先生に来てもらって、わった、淳ちゃん、じゃあ、あの、これこれ、こういう感じでやっとくねみたいな感じで、やらせてもらいました。 そうそう、立山でなんか撮影の時に階段踏み外して、足、怪我しちゃったの。その先、大石なんて言ってたいや、順ちゃん、本当に気にしなくていいよって,って言ってたわ。 あの、周りがすげえ、すげえ心配かけて、もう、めっちゃ申し訳なかった。いや、骨とか、ひびとか入ってねえ、ヒとか入ってんじゃねえのみたいなことすっげえ言われて、もう頼むもうそんなに迷惑かけてたから、ひび入っててくれって思いながら言ったわ。もう頼むからひび入っててくれって思ったけど、いや、これひび入ってない、ただの捻挫ですねって言われて。ひび入っとけよと思いながら、捻挫よりひび入ってたぐらいの方が多分治り早いから。ひび入っとけよと思いながら、 じゅんちゃん、これあれだね。二度ぐらいの捻挫だね。って言われた。全拒否人体伸びちゃったね、これね。って言われた。あ、マジっすか。っていや、捻挫ってみんな舐めない方がいいよ。歩けなくなるからね。大したことないって思、思ってるでしょ。三度の捻挫って人体の断裂だからね。トミー・ジョンだからな。なあ。なあ。二度って部分断裂だからね。 人体の損傷だぞ。マジで歩けない。一週間本気で歩けなかった。くっそ痛いよ。俺も馬鹿にしてた、正直ごめん。捻挫ぐらいでてめえを、野球選手とかでさ何が捻挫だよ馬鹿野郎てめえ、出ろや試合と思ってたけど、それ以降、大谷翔平が捻挫したんだけど、大谷、マジで捻挫はやばいぞ。 お前甘く、捻挫甘く見てたらマジでお前の先生命、お前その捻挫で選手生命関わってるぞ。って俺は思ったね。大谷がすぐ俺の後に捻挫して、お前それ、舐めてるよな。おい、大谷。お前その捻挫舐めてるよなって思ってたよ。休めよ、ちゃんと。 ね、<laughs> でも親父がこの前肺炎で入院したって時も、おた、<laughs> 家で治させてくれって言ったんだよ。だから親父の悪いところと母ちゃんの悪いところをちょうど引き継いでんだって俺は。松尾さん返したよ。ちょうど引き継いでんのお父さんも肺炎でさ、もうぶっ倒れかけてんのに頼む家で死なせてくれって言ったらしいからな。<laughs> お姉ちゃんがバカなこと言ったらいいで聞し、バカなこと言ったらいいで入ってきなさいってって。いや、母ちゃんにも悪いとこいっぱいあるよ。仕事以外なんもできねえもん、うちの母ちゃん。 頭カッチカチだし。なんか俺ってさ、100か0かみたいな部分ってたまにないなんでそこはこだわんないのに、そっちはそんなにこだわんのって。もう、まさに母親なの。姉ちゃん悪いとこそんなんない。ものすごい視野がぎゅーって狭くなるときあ,あるでしょう。だからその、お母さんが二重連勤とかして,て、 ねお母さんバカなんじゃないのって。あの、そんなさ、会社も大事だけど、お母さんの自分の体って大事じゃないのって言ったら、別に私は死んでもいいって言われたから。死んでもいい、別に。 あんたにそういう風に言われる筋合いはない。死んでもいいって言われたの。こいつバカだなーって思った10年後に俺配信中だったら死んでもいいって言ってたの俺も。その時にハッて思って、いやこれ直子から完全に悪いとこ受け継いでんじゃんって俺。この前母ちゃんの話だわ。お母さん俺母ちゃんの悪いとこちょうど同じように受け継いでたわって。 配信みてえなゴミで、ゴミコンテンツで、おめえ、あ、視聴者にこの前さ、20時間ぐらい配信してたら、おめマジで死ぬぞって言われても、俺死んでもいい。別にお前らガチャガチャ俺に差し出すんじゃねえし、死んでもいいってお母さんと同じこと言ってたら、ケタケタケタって言われたら。あ,あ、血は、血は争えないねえって言ってた、お母さんが。だから完全に母ちゃんのせいだよ、ここは。配信中に死なない。このルールどう いいよね。うん、そうしよう。配信中に死なないっていう。体調が悪くなったらやめるっていう。たまにあるの。うわ、今、血管一本切れてるみたいな時あるんだけど、血管一本切れそうだったらやめるっていう。いや、でも今、ライバルズでさ、ちょうどダイヤモンドの3にいるからよ、血管一本2本ぐらいよりよ、お前レジェンドの方が大事だろうがってなっちゃうの。やめる。もう。あ、今もう、ちょ、っと調子悪いんでやめます。つって。やめます。 おしっこ行ってくるわ。配信中に死なないというルールをつけました。皆さんもそのルールにのっとって皆さんも視聴中に死なないでください。